こんにちは、萩です。今回はですね、こちらブルックスからニューモデルのシューズが登場しましたので紹介していきたいと思うんですけども、今回紹介するシューズはこちらですね。ブルックスのハイペリオンってモデルが登場しましたので紹介していきたいなというふうに思います。デザインこんな感じです。アウトソールこんな感じ。まあ、ブルックスご存知の方だと、ハイペリオンって聞くと、あ、ハイペリオンシリーズの新しいモデルが登場したのねってことをね、想像される方多いと思うんですが、実は今回ちょっと変わりました。確かに今まではハイペリオンっていうのはハイペリオンシリーズでした。例えば、まあ、このシューズのモデル名が、ハイペリオンエリート3ってモデルになります。で、このシューズの名前がハイペリオンテンポ。その他にもハイペリオンマックスってシューズがあったり、ハイペリオンっていうのはあくまでもシリーズ名で、それに何かの名前がついて一つのモデルになるっていう形だったんですが、今回はハイペリオンというシリーズではなく、もうネーミング、モデル名がハイペリオンドンということで登場しました。まあ、これによっておそらく今後ハイペリオンっていうのはこのモデル一本でやっていくことが予想されます。今までハイペリオンなんちゃらっていう風に使っていたんですけども、そういった冠がね、外れていくんじゃないかなと思います。例えばこれハイペリオンエリート3なんですが、まあ、次にレーシング系エリート4を登場すると思うんですけども、ハイペリオンエリート4っていう名前ではなく、まあ、エリート4になるのか、もしくは違うレーシング系のシリーズの名前がついてなんちゃらエリートになるのか、まあ、おそらくハイペリオンという名前は、まあ、取れて、まあ、今後ね、1本でやっていくんじゃないかなってことがね、まあ、予想されます。これ僕の勝手ね、想像になります。で、今回登場したこのハイペリオン、何をベースにしてるかっていうと、さっき紹介したこの子ですね、ハイペリオンテンポのリニューアルモデルとして今回登場したのがこのハイペリオンっていうモデルになります。なのでベースはハイペリオンテンポですね。まあ、比べるとなんとなくフォルム感とかアウトソールの感触とね、似てることが近いかなと思います。で、今回このハイペリオンが登場したことによって、ハイペリオンテンポは廃盤になりますので、このシューズを気に入っていた方はね、こっちの方にね、移行してもらえばいいかなと思います。足を入れた感じ、まあ、接地感とか進む感じは、ハイペリオンテンポ、ああ、継承してるなっていう感触は残っているので、まあ、スムーズにね、移行できるんじゃないかなと思います。ただ僕が履いた感じで言うと、ハイペリオンテンポよりも、さらにスピードにちょっと特化したような感じ。ハイペリオンテンポって結構万能シューズでどんなものにも使えたんですけども、さらに速さを追求する、まあ、足が回るしスピードが超出るんですよね。なんでもう一個アップデートしたというか、一つランクが上がったような感じが、このハイペリオンってね、モデルかなと思います。ただ、接地感とかもハイペリオンテンポにね、まあ、近しいものがあるので、ね、移行できるかなというふうに思います。で、このハイペリオンのね、特徴をいろいろ紹介していきたいんですけども、まあ、一言で言うと何かなって考えた時に、まあ、僕自身も含めて、今ランナーが最も履くべきシューズが、あ、こういったモデルなんだなっていうところになります。なんで、今履くべきシューズというのはね、まあ、タイトルとしてね、合いそうな感じですね。で、今、ハイペリオンを履いて僕トレーニングしているんですけども、履いてて感じるのは、あー、なんか思い出させるなというか、あ、大切なことを教えてもらったというか、今やっぱこういったシューズを履いてトレーニングしなきゃいけないんだなってことを教えてもらったというような感じがします。なんつかっていうとね、細かくちょっと紹介していきたいんですけども、今ランニングシューズの主流って、まあ、カーボンプレート搭載シューズですよね。まあ、もしくはグラスファイバー系搭載のね、まあ、シューズが主流になっていると思います。で、ちょっと前まではカーボンプレート搭載シューズってレース本番だけ履くっていうスタイルの方が結構多くて、トレーニングの時には、まあ、カーボンが入ってないシューズで、まあ、練習してる方が結構多くて、いざ本番の時だけカーボン履くっていうのがなんとなくの今までのスタイルだと思うんですけども、最近はもうレースも練習も、人によってはジョギングの時もカーボンプレート搭載シューズでやってる人が、まあ、多いな、むしろそっちの方が圧倒的に多いようなね、まあ、印象ですね。カーボンプレート搭載シューズ1個あればもう何でもやっちゃうような感じになってるし、それが今の世の中の、まあ、主流になってるなっていうふうに思うんです。でね、気持ちはわかります。やっぱカーボンプレートが入ってるシューズってまあ進むし、推進力えぐいし、もうドーピングですよ。あれを一回履いてしまったらあの感触って忘れられないので、急にカーボンプレートが入ってないシューズ履くと全然進まないじゃんと、何これっていうふうに思ってしまって、結局カーボンに頼ってしまうっていうところがあるというふうに思うんですけど、まあドーピングシューズだというふうに思うんですけども、まあ僕もカーボンプレートシューズ今でも履くし、まあもう履き続けて3年ぐらい経つんですけども、今思っても3年間履き続けて感じるのは、カーボンプレート搭載シューズを履いていて
自分の感覚で走れたなと思った瞬間って一度もないんですよ。皆さんも多分それあるだと思うんです。まあ言い方変えると、シューズに走らされてるというか、シューズに踊らされてるわけですよね。まあそれが速さの秘訣ではあるんですけども、足をついた瞬間、自分で進もうと思わなくても、プレートがしなって勝手に進んでくれるんですよ。なので、自分自身でがっつり行こうと思ってグンって進んで、走ってるな、俺強くなってるなっていう感じは、もうここ3年、カーボンプレート履いてる時は、もう感じなくなったんです。で、それを僕最近、なんかふと思うようになって、自分自身で走ってる感じがなくて、これって本当に強くなってるのかなってことを疑問に思って、最近僕、ポイント練習もカーボンプレート搭載シューズってあんま履いてないんですよ。頑張んなきゃいけない練習の時は履きます。だけど、そこまでタイムにこだわってないっていう時は、カーボンプレートじゃないけど、薄底とかのシューズ、昔のシューズを履くようになって、自分の感触とか、まあ、感情を確かめるようにしているんです。で、練習って何のためにするかって考えた時に、レース本番で結果を出すためにやるのがトレーニングなわけですよ。つまりは、毎回の毎回の練習で、そんなにパフォーマンスを上げる必要があるのか、そこまでタイムにこだわって出す必要があるのかっていうところに疑問を感じて、レース本番で結果を出せばいいわけですよ。なので、普段の時からポイント練習毎回毎回カーボンプレートを履いて記録出すっていうよりかは、カーボンプレートに頼らずに、自分自身を鍛えるというか、自分の走りを見直す、接地感を試して、まあ、トレーニングをする。確かにカーボンプレートと比較すると、入ってないものって、やっぱタイムは落ちるわけですよ。推進力が圧倒的に落ちるんですけども、そこを見越した上で設定タイムを作ればいいかなというふうに思うんです。一本一本大事っていうよりかは、レースに向けてのストーリーなので、まあカーボンプレートを履かない時の設定タイムでやればいいというところで、感じて僕はやるようにしているので、あくまでも一個一個の練習っていうよりかは、レース本番に向けてのトレーニングに行くところがね、大事だなってことを感じているんです。で、確かに、まあ、タイムトライアルとか、まあ、大事な練習の時には頼ってもいいかなというふうに思うんですけども、まあ、強くなる、自分自身を強くなっていかないと、まあ、結果って今後出ていかないかなというところで、僕最近、カーボンプレート以外のシューズをよく履くようにしてるんですけども、そんな時に今回登場したハイペリンは、まあ、めちゃくちゃいいというふうに思います。まあ、スピードインターバルトレーニング、もう1000メートル以下ぐらいのスピードトレーニングだと、カーボンプレート搭載と全く引けを取らないぐらいスピードは出ます。で、ただ、2000メートルか3000メートル行き来そうとかロングのペナになってくると、確かにカーボンプレートの推進力を負けてしまうので、タイムは落ちます。落ちるんですが、このハイペリンを履くと分かるんですけども、なんかね、こういうことだと、走る根源というか、自分自身のランニング法の見直しというか、まあ、接地感を確かめながら走るっていうこともできますし、ブルックスのいいところって、こう、テンポよく足が回るんです。で、特にハイペリオンテンポとか、ハイペリオンって、足離れがすごい良くて、リズムよく、テンポよく、どんどん走ることができるんですよね。なんで、こう、カーボンプレートとかの推進力、ぐんってしなりに助けられるっていうよりかは、まあ、自分自身の、まあ、動きを確認しながら、走り、かつ、リズムよく、テンポよく、速くできる。で、ミッドソールの反発も優れているので、まあ、ポイント練習でもこなせるというとこなので、まあ、ハイペリオンテンポ同様、万能シューズ、プラス、それよりも、ポイント練習も、ま、やりやすくなったというところなので、まあ、カーボンプレートとか、グラスファイバープレートの、に、ま、引けを取らないぐらいですね。まあ、がっつり比較すると、多少の数字が負けてしまうんですけども、まあ、引けを取らないぐらい、まあ、行き地層1本だったら、キロ5秒から10秒ぐらい落とせば、十分カバーできるぐらいの、まあ、ポテンシャルのあるね、まあ、シューズかなというふうに思うので、まあ、今ね、やっぱ、こういうシューズを履いていって自分の走りを、まあ、もう一回見直していくのがね、いいんじゃないかなと思います。で、特に夏のシーズンってそもそもの設定タイムって上げることできないじゃないですか。なんでもうカーボンプレートを履いたとしても、まあ、設定タイム冬と同じようなメニューはできないわけですから、まあ、そこをしっかり割り切って設定タイムをしっかり落として、まあ、カーボンプレートに頼ってもう早く走ることだけにフォーカスするんではなく、まあ、今一度自分の走りをどういう風にするかっていうところを見直し、まあ、接地感を確かめながら、まあ、自分自身のまあ、ベースの力を上げていくっていうところにフォーカスつく。で、いざレースとか、まあ、タイムトライアル頑張るときに、まあ、カーボンプレート搭載の、まあ、シューズ、こういったね、エリートシリーズが履いて、バスンとこう記録を狙っていく、そこの住み分けをしていくことがね、まあ、今後大事になっていくんじゃないかなというふうに
思うので、まあ、最近は特にポイント練習もそうですし、まあ、ジョギングいいペースの時は僕はプレートが入っていないものを走るようになります。で、特にマラソントレーニングで重要なのってポイント練習もそうですけども、いいペースジョギングとかすごい大事じゃないですか。そこのいいペースジョギングを何回できるかと、いいペースジョギングの時にどういう動きをするかってめちゃくちゃ重要。まあ、ポイント練習以上にジョギングってすごい重要だと思うんです。そんな時に、まあ、カーボンプレートとか搭載をして無理にこう速く走るとか、本来の自分の動きじゃない動きをするっていうよりかは、まあ、接地感を確かめながら自分の走りをこう見直せる、こういったシューズを履くことによって、まあ、結果レースに合わせていくと僕はね、パフォーマンス結果が上がってくるんじゃないかなと思うんです。確かに一本一本のポイント練習のタイムとか設定質は下がる可能性があります。それでも本番レースで結果が出ればいいと僕に思っているので、まあ、このタイミングでね、見直していくといいかなというふうに思います。ただハイペリオン僕何度も履いていて、まあ、ポイント練習でも履いていますし、まあ、息継ぎとかも履くんですけども、まあ、推進力、とにかくテンポがいいので足がとにかく回るので、まあ、気持ちよくトン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 と走っていけちゃうようなね、まあ、感じがあります。まあ、推進力、カーボンプレート搭載のこうしなってグーンって感じまではいかないんですけども、まあ、自分のテンポよく走るので気持ちよくね、まあ、トレーニングができるので、ね、僕はねポイント練習にねおすすめだなというふうに思います。まあ、ハイペリオンテンポをある程度こうリニューアルとベースにしているので、まあ、万能シューズとしても使えます。まあ、スピードトレーニングもできますし、まあ、ペーラン、距離走、長い距離もね、まあ、行きたいですので、まあ、1個あるとね、まあ、便利なシューズかなというふうに思いますので、まあ、このタイミングでね、今一度自分自身をね、見直すためにね、このハイペリオンシューズね、興味あったらね、購入してほしいなと思います。